レフトの Vlog 始まります。スタートします。前乗りで明日の分の買い出ししてきました。紹介していきます。まず水、ホテルに水あるの知らなかった。あと明日の朝のレッドブル、ノンシュガーのレッドブル、これ絶対飲むね。朝起きたらこれを飲まないと一日が始まらないっていう感じです。で、このキレートレモンで明日起きたらね食べるのがね、こちらたらこバターシェイのおにぎり、いつもは梅のおにぎりを買って食べてるんだけど、まあせっかく北海道来たということでなんとなくこれにしました。で、あとこれとうきびソフト、あれ溶けてきた。普段アイスとかコンビニでほとんど買わないんだけど、動画撮るってなったんで動画的に買いました。で、こちらなんかいつもは普通の角ハイボールの缶を買うことが多いんだけど、白角ハイボールがあって初めて見たんだけど買ってみました。つまみもね、別に普段特にそんな買わないかな。お菓子とかあんま買わないんだけど、まあ動画のためになんか買ってみました。でもこういうなんかその豆とおかきのハーフみたいなお菓子好きです。ということでバイバイ。あ、爪新しくなりました。こんな感じです。はい、バイバイ。おはようございます。起きました。寝るときね、この松丸くんこれでね、いつも前髪止めて寝てます。スタート。起きましたので、レッドブルーとおにぎりを食べます。とりあえずはい、今日も頑張りましょう。イエイ。ご飯が終わったのでシャワー浴びてきます。これいつも使ってるお風呂セットですね。トマルカのアッシュシャンプーとアッシュトリートメント、あとヒゲ剃り。はい、シャワー浴びてきましたので、肌のねあれを紹介しましょう。これいつも使ってる遠征用です。キールズので一応全部揃えてて、乳化粧水、化粧水、保湿のクリームですね。という感じでやっていきましょう。外に出る準備が終わりましたので、恥ずかしいな。それでは行ってきます。スパイスに移動中。暑いわ、暑い。はい、着きました。行ってきます。はい、ただいま1時半、今からリハが始まります。今日は水浴びに来ましたよ。4時5分です。今、チェキを取っています。チェキのポイントは飛ばしすぎないことですね。光を、背景とかね気にしないと。黒髪の人とか大変そうだね。基本的に後ろ暗くなるから。でも俺の髪色は割とどこでも撮れる髪色なんでめっちゃ楽です。はい、はい、5時半です。今から本番始まります。今日は1日目ということで、気合バッチリ。見てろよお前たち、行くぞ。ライブと特典会が終わりました。今、この後はメンバーとね、北海道らしくリングサーネを食べに行こうかなと思います。で、タイハーラ、スズキの南店に来ました。はい、こちら生ジンギスカーン。生でもいけるらしいけど、皆様気をつけて。じゃあ今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございます。ハイボール、リークトと言ったらハイボール。いただきます。ホテルに戻ってきました。ジンギスカンを食べてきました。美味しかったです。
作業します。だいたいパソコンでね作業するときは YouTube を見ながらとかテレビつけながら適当にやります。なんかテレビのね音とかが落ち着くんですよね。いつもこんなサングラスもしないですよ。サングラスとマスクはねこの動画用にしてます。多分ハイボール3杯飲んだのかな。でもあのぐらいじゃなんか何も変わらないので、全然戻ってホテル戻ってきてから行動できる、こういう体に産んでくれて父さんお母さん本当にありがとう。顔立ちというか彫りの深さとかね、やっぱ親からもらったものですからね。お父さんお母さんありがとう正直小学生か中学生父と母が非常に厳しくて嫌だなとかさ、他の家は許してくれてんのになんで俺だけとか思ってたのよね結構学生時代は。でもやっぱ今となってはねいい教育だったのかなっていうふうに思ったりもします。勉強とかもねやっぱ親が厳しかったからちゃんとやれてたのかなみたいなとこはある。もしねこの動画を見てね、まあ中学生、まあまた小学生の人がいたらね、ちょっと我慢して自分の気持ちは親の言うことを聞いて育つのも将来苦労しない生き方になるかもしれない。まあ私バンドやってますけどね大学まで出してもらってバンドやってますけどねさっき生配信をしてたんですけど、今12時ぐらいかな、そろそろ寝支度をして寝る準備に入ろうかなと思います。シャワー浴びてきます。今から寝ます。今日も一日お疲れ様でした。遠征でライバルとこんな感じだよっていうのを映像に残せたかなと思います。はい、それではおやすみなさい。